With all due respect, sir, I'm not a teacher. Just want to manage the expectations. うわ、なんだ？おはよう、パイロット諸君。こちら大佐だ。今作でマーヴェリック役の吹き替えをしたトム・クルーズ公認声優の森川俊之さんにトップガンマーヴェリックの魅力を伺います。マーヴェリック最新作の冒頭からこれはもうやられたなっていうぐらいなあのシーンが展開されるので、それは本当にあの感動すると思うし、プラス前作に引き続きいろんなこう小ネタじゃないですけど、いろんな細かいところがファンにとってみたらもう心にくいぐらいな演出がされているので、そこは見てももらいたいなっていうふうに思います。プラスその人間マーヴェリックですよね。そのマーヴェリックが飛行機乗りだけではなくて一人間としてのね成長みたいなものも、あ、そこは見せてくれる。まあもちろん恋愛も含めてですけどね、ぜひそこは楽しんでもらいたいなっていうふうに思います。スターチャンネルでは前作トップガン、そしてトップガンマーヴェリックを2作続けて一挙放送。吹き替え版トップガンは森川さんが2009年に吹き替えた木曜洋画劇場追録ノーカット版でオンエア。ぜひこう続けて見てもらって、やっぱこの俳優トム・クルーズのその年輪もね、ぜひ楽しんでもらいたいなっていうふうに思いますよね。その時間を埋めてくれることをしっかりとトム・クルーズは、まあ、あのプロデューサーとしてもやってくれているし、トップガンファンのみならず映画ファンは多分結構ねそこは感動してくれると思います。特別な気持ちだったりもしますね。まあ最高でしたね。全部自分のこの人生の運をね全部使い果たしてるような、そのぐらいの気持ちでしたね。トップガンの時はまあ収録の時に吹き替えあるあるなんですけれども、ヘルメットかぶってたりとかマスクをしてたりとかするシーンっていうのは、大体僕らはこう手でこう自分でこう覆ってやったりとか、まああの時は紙コップかなんかを自分でこう持ちながらドクライトのシーンとかやったっていう、すごいアナログな感じだったんですけれども、まあ今回はそういう意味では技術もできているので、わざわざ僕らがそういうふうにすることなくちゃんとそういうものもこうちゃんと表現できているので、僕ら自身のそのアテレコ業界のその技術も含めて、なんかすごいこう時代がねちゃんと進んでいるなっていうのはすごい感じましたよね。さらにスターチャンネル3では森川さんの吹き替え作品を特集放送。キアヌ・リーブス、マーク・ウォルバーグ、ベン・アフレックをはじめ、そうそうたるスターたちの声を演じてきた森川さんの吹き替え作品の中から13作品を一挙オンエア。ちょっと群を抜いてこう異色なのがやっぱゴッドファーザーですよね。皆さんすごい渋いねこう声優さんがもう集まっているので、その中でやれたっていうのはすごい光栄です。ゴーンガール、多分世の男性はこれはねこうすごいね怖いなって思いますよ。 My dad believed in you. I'm not gonna make the same mistake. No turning back now. Come on! Jeez! Having any fun yet?トップガンマーヴェリック3月スターチャンネルにてテレビ最速放送。吹き替え版でもぜひご覧ください。森川俊之吹き替え作品特集13作品一挙放送もお楽しみに。